MLB、ドジャース6、2エンゼルス、日本時間4日、アナハイム。ドジャースへ移籍してもエンゼルス9にとって大谷翔平投手の存在は特別だった。3日、日本時間4日、エンゼルスタジアムで行われたフリーウェイシリーズは、大谷にとって移籍後初となるアナハイムでの公式戦。試合前には同僚が再会を喜んだ。 外戦した大谷翔平にエンゼル・スタジアムは拍手喝采元同僚の神対応二日米韓類慣れ親しんだクラブハウスのテレビにはエンゼルス時代の大家のプレーが映し出されていた入って右側中央にある柱の手前だった大家のロッカーはミゲルサの内野手が DFA となり現在は31歳の内野手ジャック・ロペスが引き継いでいた窮屈なクラブハウスで広報が久しぶり みんながいなくて寂しいよと冗談交じりに日本メディアに声をかけた。大谷は2018年から6年間で2度の満票 MVP、史上初のダブル規定、本塁打王など、二刀流として数々の偉業を成し遂げてきた。この日、4万4731人が詰めかけたエンゼルスタジアムには赤い、17のユニフォームを着たファンの姿もあった。チームメイトも再会を喜んだ。 かつてロッカーが隣で仲も良かったパトリック・サンドバル投手は、日本メディアが、ベストフレンド、大谷、が来ているよ。と問いかけると、ベストフレンド、ベストエネミー、天敵、カモネとジョーク。自身は6月にドジャースタジアムで行われた同カードで大谷との対戦直後に左腕を痛め降板。重度の屈筋断裂と内側側腹靱帯を損傷し、 手術を受けて今季終了となっていた。天敵と言いつつも大家の存在には感謝を示す。肘の手術後には、経過についてメールで相談をしたという。とても役に立ったよ。私の近くにいてよかった。移籍後も親身になってくれる先輩だった。王ードは今でも大家の結果を逐一チェック。一番の思い出は、スマイルかな。 テイラー・ウォード外野手は移籍した今でも大家のニュースを常にチェックしているという。追わないことは難しい。彼の活躍をハイライトで見ているよと嬉しそうに話し、クールと連呼。50から50を達成してくれると思うし、世界で最高の野球選手、と技術を絶賛したが、一番の思い出は彼のスマイルかな。自らも笑顔で明かした、ジョー・アデル外野手も、特別な選手。 と敬意を示す。打者専念の今季はここまで46盗塁をマーク。野球 IQ の高さの表れだよ。盗塁は運動能力だけではできない。彼ができないことはそんなにない。客を集めるのは当然だよねと絶賛。今年もまたかなり波外れているねと笑った。エンゼルスは、ここまで57勝81敗でナリーグ西地区最下位に沈んでいる。 ドジャースに敗れたことで9年連続で勝率5割以下が決定。厳しい戦いを強いられている。それでも大谷が抜けたチームではザックネト内野手やローガンをハッピー捕手らが台頭。アデルも若いチームだから今後も良くなることを目指していると、大谷が残していったものは若手に引き継がれていた。